この製法でいくともっちりと甘みが出るっていうのがで、製法によってこんなにあのパンが違う。今回のはもっちりとしていて内装も程よく穴が開く。初めて来日した時に、それからですよね、これ日本で一気にこの製法が広まったの。パターンっていうか2通りいるんですけど、どっちが正解じゃなくて、焼き上がりでボリュームを出したかったらこの状態でちょっと常温で温度を戻してあげる。で、丸めるっていうのは丸くするっていうんじゃなくて、きちんと表面の皮を張らせるっていうのが一番の目的ですからね。ポーリッシュとかだったら結構もうこれでおしまいとか言ってたと思うんですけど、これに関してはまあバゲットの成形なんてね、基本はここで形をきれいにする。真ん中から絶対これダメですよ。てっぺんを横断する。ガゼン穴は大きいんですよ。若干クリーム色なの分かります？そうね、もっと白かった。ポーリッシュの良さ、あと冷蔵発酵の良さ、この2種類の違いがね、同じ配合でやることによって、こういう違いがあるって、お互いの特徴をよく、理解していただいて、理論的にも説明できたのがすごい良かったです。